通知する。敵の特殊なビーコンが起動。ミフォーさん、切る。画面の前の皆さん、こんにちは、ゴレさんです。ということで、今回はね、まあ、後ろで流れてる動画は、もうタイトルとかになってると思うんですけども、フルパーティー相手にね、1万スコア、1万ダメージを叩き出したよっていう感じの、まあ、かなり内容の濃い動画というか、めちゃくちゃ GG な動画になってて、素直に面白いんで、まあ、ぜひよかったらね、見ながらちょっとご覧くださいというか、まあ、ちょっと後付けでね、まあ、話していこうかなというふうに今日は思います。よろしくお願いします。まあ、今日は何について話していくかっていうと、MW の、なんだ、ベータ版のダウンロードが始まったよっていうのと、あと BO4 のね、まあ、結果的に今年 BO4 どうだったのっていう話をちょっとしていこうかなというふうに思います。まあ、まず MW のベータ版なんですけども、もう一応日本語版の方もねダウンロードが開始できるようになりましたね。予約してる方のみ。また例のごとくね、北米版の方がねダウンロードも先にできるようになってたんですよ。なんでまあ若干嫌な予感はするんですけど、一応日本語版もまあ遅れながらもダウンロードはとりあえずできるようになったと。でプレイに関しては当然まだできなくて、で一応公式の方もまあ、アルファ版が早くできたじゃないですか。約1日ぐらい早くできたっていうのがあったんですけど、ベータに関しては絶対に、まあ、その、現地時間でいうところの12日の朝10時。俺らの日本時間でいうところの、13日の午前2時に、まあ、絶対に公開ということで、前倒しにはしないよと。まあ、公式の方も今回は念を押してるっていう感じだね。まあ、そう言っといてどうなるかはわからんので、一応ダウンロードを早めにしておいて損はないかなというふうに思います。ただまあなんか今日の夜中からできるみたいな勘違いしてる人が結構いるんで、今日の夜中は12日の午前2時なんで、公式では一応13日の午前2時からね、日本時間はっていうのはまあ間違えないようにというか、うん、しといてください。はい、じゃあちょっとね、まあこの1年楽しませてもらった BO4 についてまた語っていく。まあこの1年つってもまだあともう1回ぐらいイベント残ってるしあれなんだけど、いやどうでしたかね、皆さん的に BO4 という作品は。俺は全然好きだったし、いい作品だと思います。うん、なんか結構最後の方とか、まあ、特に今の終盤にかけてなんかは批判も多くてね、なんかこうまだプレイしてるやついんのみたいな感じで言う方もいるんですけども、まあ全然いいゲームだったと思います。ただまあやっぱりあえて苦言というかちょっと良くなかったかなっていうところを挙げるのであれば、まあパワーパターもねこの前の雑談動画みたいなので言ってたけど、やっぱりやるって言っててやってないことが多かったよねっていう気はするかな。まあ例えば新武器で、まあ、課金要素っていうのはまあ絶対にしないよと。その課金した人だったりとかガチャ限定での新武器追加はしないよって、みんなティアで手に入るようにするよみたいに言ってたのに、結局まあガチャでしか手に入らない武器があったりとか、まあもちろんそのティアを進めることによって武器確定賄賂っていうのが手に入りはするんだけど、ただまあその武器確定賄賂が手に入る個数もね課金しないと限られてきてるしっていう中で、どうしてもやっぱガチャで当てる必要がある、そういう新武器がある。あとはまあブラックアウトのなんか武器、新武器の追加もなんか BO シリーズに出てきた全部の武器が追加するよみたいな話をしてたんだけども、結局全然追加されなかったよね。まあそのマルチに追加される武器がもちろん追加されていくんだけども、その過程で、ブラックアウトだけになんかほんと全武器てか BO3 の武器とか本当にまあ間違いなく出てないし、あとは当然 BO2、BO1 の頃の、まあ、武器も出てないよね。まあもちろん武器全部追加するっていうの、性能を変えて武器全部追加するとバランス取るのが難しくなるっていうのはわかるから、それが難しいのであれば、なんか俺の中ではこうマスタークラフト迷彩とか、それこそバリアントマーク2のバリアントとかで、そういう過去の例えば KN のバリアントで BO3 の KN の見た目のが追加されたりとか、あとまあ AKBO1BO2 の、まあ、AK の見た目のバリアントが追加されたりとかっていうのが、まあ、あるのかなと思ってたんだけど、そういうのも全くなく、うん、結局追加されずじまい。まあもちろん長いスパンで考えてるっていう風な話をしてたからね。まあ、この後、MW が発売された後に、ね、追加されるという可能性も、まあ、大いにあり得る話ではあるんだけど、ただもうその頃には当然みんな MW、競技シーンはもちろん MW のね、競技シーンの人たちは当然 MW をやるはずだし、まあ、僕らも、まあ、もちろん最新作をメインで実況するわけだから、やっぱりその辺はね、まあ、って気はするよね。まあ、俺らは、なんか、動画のネタになるからいいのかもしれないけども、普通に遊んでる人たちからしたらさ、なんか MW 今やってるのに BO4 で追加されてよって言われてもうーんって感じじゃん。
だからまあその辺の本当にやるって言ったのにやれてないことが多かったかなっていうのは、まあトライアル運営ちょっと感じたかなっていうところは、まあ個人的にはあるかな。まあアップデート速度がね、もう本当に素早いアップデート速度が求められる時代だからさ、どうしてもだそこは多分 BO4 運営も正直想定外だったと思うんだよね。最初さ、ティアの更新とかもさ1ヶ月半ぐらいその1シーズンかかってたじゃん。それが結局なんか遅すぎるっていう話になって、ティアの更新もなんか約1ヶ月に早まってったりとかっていう、多分前倒し前倒しでいろいろな要素を、まあ、ある程度解禁してってたと思うんだよ。だからこその今のこのなんだろう、今のシーズンのこのアポカリプス Z シーズンの若干のだらけっぷり若干のだらけっぷりのもあるのかななんて思ったりもする。昨日も結局毎週火曜日のブラックマーケット更新もなんか新しいやつは全く追加されてなかったしね。うん、過去のやつをもう一回なんだ追加するみたいなのは多分あったと思うんだけど、新しい、バリアントだったりとか迷彩だったりとか追加っていうのは全くなかったからね、昨日の更新も。まあだから MW に関してはそういうアップデートの更新頻度っていうのがどうなるかっていうところだよね。まあ、BO4 の春から夏にかけてのアップデート頻度ぐらいあればまあ十分だとは思うんだよ。1ヶ月に1回でかいアップデートがあって毎週ちっちゃいアップデートがあるぐらいでまあ十分だと思うんだけど、まあ最低それをインフィニティワードの運営さんも維持できるのかどうかで、まあ、だれずに1年やれるかどうかだよね。アポカリプス Z のこの後半イベントに関しては本当にね、完全にだれてるって言われてもしょうがない感じのイベントになっちゃってるからね。まあ、ゾンビの方での新しいでかい追加要素があるからこそっていうのもあるのかもしれないから、次回作はゾンビがないからね。まあ、その分スペシャルオプスはあるんだけども、もうちょっとやっぱマルチに力入れていいんじゃねえかなって気はする、正直。うん。なんかまあもちろんゾンビのファンの人たちもいるし、ゾンビに力入れなきゃいけないっていう気持ちもわかるんだけど、結局メイン層はマルチだからね、コールオブデューティーって。うん、だからまあそこのアップデートはまあおろそかにしちゃいけないというか、まあ、かなり求められるスピード、そしてボリュームももうやっぱりフォートナイトとかのさ時代じゃん、正直言って今は。だそういうのと比較されちゃうから、まあだから大変かもしれんけど、そういうレベルのまあアップデートが求められてるのかなって気はするよね。あとはまあ競技シーンかな。競技シーンに関してはまあ今のところワールド IW ワールドウォー2そして BO4 と少しずつだけど右肩上がりにはなってるから、少なくとも日本はね、日本の競技シーンっていうのはまあちょっとずつだけど右肩上がりにはなってると思うから、まあこれを続けられるかどうか、まあ、多分大丈夫だとは思うんだよね。スピード面は確かに BO4 の方がスピーディーさはあったと思うんだよ。スライディングからの殴りだったりとか、ちょっと打ってからの殴りだったりとか、スペシャリストだったりとか、まあスピード面というか爽快感に関しては BO4 の方があったかもねって言われるかもしれんけども、まあ現代戦であれだけいろんな実銃存在してる銃が出て、でリアリティな動きがあるのであれば、それはそれでその中でね、まあ競技ってのは基本的にどんな競技だろうとその中での楽しみ方っていうか面白さってのが生まれるもんだから、まあ競技シーンに関しては大丈夫かなとは思う。その海外のフランチャイズの競技シーンがどうこうとかは知らんけど、正直俺はそんなにこう CWL よりも特別詳しいわけではないから、その海外の有名チームたちが次回のプロリーグというか、まあ、そのフランチャイズ化されたリーグの中でどうなっていくのかどうかは分からんけど、まあなるようになるのが俺は競技シーンだと思ってるから、まあ次回作も普通に盛り上がってくれると思う、多分なまだ詳細の発表とか日本でもなんもないから分からんけどな。まあジャンヌさんがねツイッターとかでも言ってたけど、最近のてかまあコールオブデューティに限らずだよね、てかまあむしろコールオブデューティがすごいっていう話ではあるんだけども、1年持てばまあいい方の作品でしょみたいな話にされてる中で、まあ、てか実際だから他のゲームって1年普通持たないからね、普通に考えて。まあ、フォートナイトとかは怪物だとしても、普通同じゲームを1年間やり続けるって、まあないわけじゃん。っていう中で、まあ、毎年出してるコールオブデューティーが1年間も遊び続けるっていうこと自体、まあ、どんどん難しくなってる、他に面白いゲームもたくさんある中で。だからまあ、1年遊べる作品であれば十分だし、うん、まあ来年というか今年の MW に関してもまあ普通に1年間遊べる作品になるんじゃないかなとは、なんだかんだねそういう風に俺は思ってるかなって感じだね。でまだ MW がね出てないのにこういう話をするのもおかしな話だけど、また3つの会社の周期、スレッジハンマーインフィニティワードトレアークの3周期が終わって、また次回から飛ぶのか飛ばないのかみたいな新しい作品のなんだろうなイメージというかデザインになると思うから、その来年のね、来年の作品の話ね。だからまあそこでまた
なんだろうな、まあなんかスレッジハンマーがなくなるみたいな話もあったけども、まあどういう作品になるのかも個人的には楽しみだし、まあこのまま俺はこう一年一年を大切にコールオブデューティーの運営がしてくれれば、うん、続いていくのかなって気は普通にするかなって思ってる楽観的かもしれんけどな。まあただだからこそよ、だからこそ本当にやっぱユーザーを大切にする必要はあるよね。その BO4 がまあ課金課金で言われすぎたってのもあると思うけども、 MW に関してはマジでね、まあ課金限定の武器があってもいいとは全然思う。課金限定でしか手に入らない武器、ガチャ限定でしか手に入らない武器自体が存在するっていうのは、まあ、全然ありだと思うんだよね。うん、ただなんかその中で不満が出づらいようなシステムにはもうちょっとしないと難しいかなっていう気はするよね。まあカスタムがめちゃくちゃ充実するじゃん、 MW に関しては。武器のカスタマイズっていうか見た目とかを変えられるから、まあ自分の好きなカスタマイズがこうどんどんできるような感じになればそんなに不満は出ないのかなと思うんだけど、正直やっぱ BO4 に関しては思ってたよりもやっぱバリアントが追加されなかったよね。本当にマーク2とかがなんか全部1個ずつしかないし、まあだからさっきも言ったけどこれが後から増えてくる可能性も大いにありえるんだけど、ただまあそのスピードっていうのがどん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 遅れてった感じはしたから、そこに関してはまあ MW インフィニティワードには頑張ってほしいかなって感じだね。あとはそうだな、もうちょっと不真面目な COD が帰ってきてもいいのかなって気はするこれはなんか賛否両論分かれそうだけど、もうちょいなんかドッタンバッタンバトルじゃないけど爆発物が多少もちょっと強くてなんかふざけんなみたいなキルがあったとしても、まあそれはそれで面白いのが俺は COD だと思ってるから、もうちょいね、まあ、なんか40対40とか20対20とかあるって話にもなってるけど、それこそ40人全員で同時にジャベリンとか使えたりとかねそういうなんかお祭り的な要素があっても俺は全然いいと思ってるからさ、なんかそういうところも、インフィニティワードの作品には俺は期待したいかなって正直勝手に思ってます。うん、まあ MW シリーズの後継っていうか正式な作品続編でもあるからね。まあということでダラダラ長々と語ったけども、まあ最終的に何が言いたいかというと、やっぱりもう運営のスピード感だよね。うん、ゲームのスピード感とかじゃなくて運営のスピード感がもう本当に求められる時代だと思うので、正直俺は作品のなんか作風っていうかスピード感がある作品かどうかとか空飛べるか飛べないかとかそういうところとかじゃなくて、もうはっきり言って運営のスピード感だと思ってるから俺はもう今のゲームってマジで。うん、だって例えばだけどモンハンだってさ、もう発売されて5日ぐらいでさ全部ほぼ今あるコンテンツ出しもうクリアしましたみたいな人っているわけじゃん。そういうガチのやり込み勢がまあなんか飽きないような工夫じゃないけども、そういうガチのやり込み勢をもっともっと楽しませるような工夫っていうのが、まあ特に FPS って言ってしまったら同じことの繰り返しなわけだし、まあモンハンもそうかもしれんけど、なんでそういうところを飽きさせないようなスピーディーなアップデートであったりとか、あとまあそのアップデートをするにしてもまあ同じ要素じゃなくてきちんと違う要素を用意してあげるっていうところっていうのはまあ必要なのかなと思うんで、まあそれこそフォートナイトですらなんかいろいろ批判もありながらいろんなアップデートを早いスパンで繰り返してるわけだから、当然批判されることはしょうがないと思うから、批判をビビってアップデートしないんじゃなくて、批判されてもいいからとりあえずアップデートしてみて、その結果まあみんなの意見じゃないけどユーザーのまあ声を聞いて取り入れてまたすぐ修正したりとかっていうのの繰り返しで全然いいと思うから、なんか MW にはそういう運営の仕方を期待したいかなというふうに思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ何はともあれ、明後日の夜中朝の23日の午前2時から MW ベータ始まるんで、まあ僕はもう夜通しやるつもり満々なんで、皆さんもねよかったらやっていこうねなんだそれ、まあ、いいや、また次回の動画でお会いいたしましょう。コレさんでした、お疲れ様です。おーつーぽん1個前のナコンが219だね。ほぼ純正と変わらない感じだね、ナコンに関しては。で次最後にこちらのエビルコントローラー、これがねマジで軽いんよ。体感でも分かるレベルで軽くて、ほら177よ、ダントツの軽さなんですよ。